愛車 TA バトルですよ。おお、愛車 TA バトル。おお、やばいってそれは。おお。今日一緊張してるわ。テニス社の車の話始まりました。はい、もうねずっとこれ本社にいますよね。いますね。もう埼玉県民。本当ですよ。今日は何ですか。今日はですね、愛車 TA バトルですよ。おお、愛車 TA バトル、タイムアタック、はい、覚えてますか。TA ですよ。もう忘れてるでしょ。ほら以前あれですよ、あのほら一般の方が、うん、あの私たちのねいつもいるレーシングドライバーに挑戦して、うん、やったら土屋さんにチャレンジできるってあの企画です。はいはいはい、思い出しましたか。うん、あったあったあった。はいはいはい、はい、ではですね、まず今回の挑戦者を迎え撃つのプロの皆さんにご登場していただきますか。うちのプロ当てになんないからね。いや当てなんねん。もうシフトミスしたりさ。いやプロなのよ。結構適当なやつがいるんですよ。いやプロなのよ。大丈夫なのよ。本当、大丈夫大丈夫。あいつらが負けた時のために俺がいる。そうね。なんかね、プロかも。どうだかも。申し訳ございません。なんかね、当てなんねん。申し訳ございません。プロの笑いです。この音が一番ミスございません。ね、普段左ハンドルね乗ってるからね。まあ言い訳ばっかしてるんだから。いつもお世話になってます、久保凛太郎です。今日は頑張ります。よろしくお願いします。なぜ久保頑張る。何アイドルみたいなこと。頑張ります。さあね、久保凛、はい、はい、さあ続いてラリードライバーの新井博樹です。頑張りますのでよろしくお願いします。お、はい、はい、レーシングドライバーと e スポーツレーサーの富林雄介です。今日も頑張ります。おー、ボンジョンラガーツイミキャムマオリオソノピロアタリアウトモビリルコンサジャポネーゼグラッツェだそうです。何語かもわかんない。イタリア語でした今。グラツェスペイン語じゃないんだ。スペイン語じゃないらしいです。まあでもね、これね、うん、楽しみですよね。そう、楽しみなんですよ。はい、前はほら、e スポーツのね、うんうん、方とやってましたけど、はいはい、今回は素人の方ですか。そうなんですよ、はい、今回挑戦者が2名いらっしゃいます。うん、では早速ですね、うん、1人目の挑戦者に登場していただきたいと思います。はい、どうぞ、はい、どうぞ、はい、金岡元成先生。はい、頑張ってください。もう見たことある顔。なんかイニシャル D に出てきそうな顔してる。トムコさんは、あの、まあ、レース経験とかは。そうですね、普段は、この今後ろにあるスイフトスポーツっていう車で群馬県線ラリーっていうような。あ、ラリー県線の方のラリーに一番下のカテゴリーで、うん、それはドライバーさんですか。そうですね、ドライバーの方で。あれ、ひろきくんの子ドライバーやってないです。あ、ちょっと誰かは忘れたんですけど、なんか子ドライバーもやってた。僕10年来の付き合いで、大学の時から実は後輩で、うん、僕は4年ぐらいだったんでね。そうですね。で、ラリーの道に誘ったら見事にはまりましてですね、うん、で、なんと今年は一緒に組んで全日本ラリー一緒に戦ってるメンバーです。え、じゃあ WRC も。 WRC はちょっと今回予定が合わなかったんですけど、うん、まあ、普段全日本ラリー、まあ、一番まあ組んでることがあるから、うん、ってことは荒井さんは実力を知ってるんですよね、彼の。そうです、だいぶこの 1,2 年で着々とメキメキと力をつけてきて。これでヒロキ負けたらどうすんの。まあでも負ける可能性は僕高いと思いますよ。シフトミスするかもしれないですね。ヒロキ負けたらカッコつかないよ。いや、確かにね。そうですね、僕師匠ですからね、一応こう見る。あ、そうか。まあ、負けたら来年からドライバーチェンジ。あ、そうか。いいね。いいね。俺子ドライバーで。あ、俺子ドライバーで。ケイちゃん、これどういうルールになってるんですか。これはですね、まあ、金岡さんがどのプロと勝負したか指名できる。指名制。まだ分からない。まだ分からない。これはでもなんか個人的にはね、うん、だって勝てそうなのは、ヒロキとリンコが狙い目だよ。かかってこい。続けて。じゃあどなたを。どなたにします。ここはもちろんですね、やっぱね、はい、ヒロキ選手でいきましょう。はい、はい、ありがとう。これはしょうがないね。おめえ返上だぞ、お前。頑張るぞ。勝つ自信はどうですか。いや、もちろんね、この1年力つけてきましたんで、うん、なんなら横に乗ってね、癖とかも全部知ってます。シフトミスしてない。ラリーで。いや、ちょっとしょうがないんですよ。相当楽しみですね。じゃあ、金子さん、準備お願いします。はい、お願いします。そうですよね。これカチャカチャ言ってんのない。これで。
ですよ今。ちょっと引けた。誰の後輩よあれ。落ちてますよ。5周ぐらい指当たるのか。ちょっといきなり蹴りだわ。いきなりブチ入れちゃってるね。立ちに来てますね。おーいしょい。いやでもうまい。うまいうまい。ヒロキシフトミスで負ける、ね、これも入ってないでしょまだ。もう入ってます。ちょっと SG をどういう Q で来るか。もう一回いけるんだったら。あー抜いたね、さっきのが。まあリア温まったからさっきのスピンで。いってるな。リフトしてる。おーおー早いな。よく耐えた。素晴らしい。よく耐えた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 。綺麗にサブロックだったな。闘技より怖いんですけど。こっち来てください。どうぞ。こっち。なんかちょっとあれかな。力きました？いや力きました。どうでした？いや気合入りすぎちゃった。いやサーキットって恐ろしいですね。どう言っても本番に入った瞬間に。もう普通にいい走りだったよ。そう走りは良かったよね。ありがとうございます。まあ、タイムがどうかだよね。そうですね。いや実際どうでした？いや難しいですね。どこ走っていいか分かんないですね。広いから初めてとか。初めてサーキットが初めてですか？サーキットは5回走ったことあるかないか。ここじゃあすごいわよ。ここはもう初めてです。すごいね。すごいすごい。それはヒロキ有利だね。よっしゃ。今まだねヘルメットかぶってますよ。ちょっと緊張してます。緊張してますね。すいません。 FF なんで負けるわけにいかないと思うんで。FF だからね。笑ったね。FF でお前世界やっつけただろう。そうね。いや、これ今日一緊張してるわ。シフトミス。世界10位だよ。そうですよ。すごいよ。FF で世界10位もすごい。今それも皆さんハードル上げるだけなんですよ今。さあどうなるか。だいぶちょっと余裕を見せようと頑張ってましたけど。やっぱちょっと温めるんですか？温めるんじゃないですか？あれだけ入りましょう。あんまりしたろ。そうそうそう。これヘッドどっか置いてるんだよ。お、ちょっとちっちゃめの。おお、っとっとっと。始める前。結構僅差、僅差っぽいですね、今。最終コーナー次第。まずどうでした？はい、あのシフト普通にミスあれどういう感じでミスしてしまったんですか？あのそこの立ち上がりで1、はい、2から3に上げるときにまた、うん、あの前回と同じ5に入ってしまいました。病気だな。やめってってまた戻したんですけど。まあ距離が短かったってことですか？そうそうそうですね。だからまあ良かったんだよね、はい、タイムロス。おそらくおそらく、うん、さあじゃあいきますか、ね、では挑戦者とプロのタイムを同時に見てみたいと思います。せーのお願いします。はい、はい、じゃん。おお、早い。よかった。早い早い。1秒以上早い。これ1秒以上早いってことは距離にしてどれぐらいなんですか？距離1秒っていうと、うん、まあ30メーターぐらい。30メーターぐらい。そうですね、ショートサーキットだとそれぐらいかもしれない。30メーターぐらい、はい、だけどヒロキは、うん、
さすがにこう世界で FF 使いは俺だっていうところを見せたね。さすがに弟子に負けるわけね。このタイムはね。はい、なるほど、どうした？悔しいですね。一回ぐらい勝ちたいですね。一回ぐらい。またね、ぜひね。はい、はい、また挑戦させてください。ちょっと腕を磨いてきなさい。磨いてきます。でもなんか、シフト見せしてるやつが。なんか、すごくいいですよね。うん、なんか、僕は本当はね、勝ってほしかったですけどね。じゃあ、なんか走りがそろそろ見たいですよね。シエさん、さらにね、金子さんが速くなるためにはどうすればいいですかね。スピンしないことだろう、ね。そうでございます。1秒以上遅いっていうのは、うん、ここでスピンしてるから、うん、もうスピードが乗らないの、うん、スタートから最終コーナー。最初ね。そう、ね。最終コーナーから出てくときにスピードが乗らない、もうそこでも負けてるよね。うん、最初にね。そう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 。やっぱりあの時点でスピンするってことは結構心の動揺みたいなのあったんですか。そうですね、なかなかもう全然知らないサーキットなので、うん、そもそも縁石乗っていいのかどうかすら分かってなかったんで、うん、とりあえずまあラリー的に乗っていいのかなみたいな。いやそうですか。かわいそうっていうか不利な部分もあるよね。まあ、そうですよね、走ったことないんで ね、はい、それはかわいそうだよね。ヒロキはずっと走ってる、ここ走ってる。地元だしね、地元近いんで家が、はい、ね、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。金子さん、ありがとうございました。ありがとうございます。お知らせがあります。お知らせですか。はい、はい、この度アヘッドモーターサービスでは一緒に働く一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、去年から、まあ、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦してるじゃないですか、はい、まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあ、お客様に対して、まあ、チューニングであったりだとか一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ、一緒にぜひ働いてみませんか。働いてみませんか。普段のアヘッドモーターサービスっていうのは、ヒロキさん、どんなところが一番魅力的ですか。個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当にあの一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に言ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして手厚くこういろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そして、お、そしてブレスト、ブレス、ああブレスさんですね。はい、板、ね、金、はい、塗装、そして e スポーツスタジオでも、はいはい、おなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。募集しています。ぜひあのトータルチューニングから、まあ、塗装、板金も含めてあの全てやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。中古車買取本舗、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取本舗で検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売、回転ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。